ね、ああいろいろそうある豆知識ですね、それも。うん、そうですね。ありがとうございます。調べておきます。はい。でそして続いて大塚健二さんが、ローソン普天間店は黒猫大和さんの並びのローソンですか？正解です。正解。あ、よかった。大塚さんよく知ってる。埼玉の人。あ、すごい。めっちゃすごい。よく遊びに来るんですよね。あ、そうなんですね。あ、いらしてくださいね。そんな大塚さんが宜野湾聞きましたと言って予約したら。なんかあるんですか、すいませんって。私ハグしますよ。お、うん、なんという大サービス、うん、中里店長ハグしてくれるんですよ。大サービスですよ。 FM ギノワン聞いてきましたっつったら、あ、大塚さんって言うさ。大塚さんってやるさ。言っときますよ、はい、この人行きますよ本当に。嫌です。マジで来ますよ。あの愉快な仲間たちがお待ちしてますね。愉快な5時まで会いますよ。そして大塚さんはローソンといえば、うん、神さんや娘はスイーツが充実してると。あ、いやー、ますという、内カフェですね。うん、はい、内カフェですね。はい、私シュークリーム好きです。美味しいよ。美味しいね。美味しい。でエミーさんは、うん、ポンタカードのポイントかなり溜まってます。使いましょう。ぜひ1ポイントからご利用できます、ね。あ、はい、108円からつきますんでね、あ、はい。こちら雨男レイニーさんはありがとうございます。ぼんじりささみアスパラうまそうでしょ、でしょ。エミーさんもささみアスパラうまそう。美味しそう、美味しそう、やっぱ相当美味しそうね。食べたい。よかった、伝わったのね。伝わりますよ、よかった。エコザイルさんはちょうど今帰りがけに辺野古のローソンで買ってきた焼き鳥のうま塩を食べてます。お、あそこね。はいはい、ありがとうございます、ね。大塚さん店長フレンドリーですね。ラジオ慣れしてる番組持ってくださいって言ってますよ。ちょっとお願いしてみようかな。、エミーさんもビール片手にいいですねって。いやー、いいですね。また今日みたいなこんなね、本当天気のいい日はローソンさんで購入した焼き鳥とか、その、うん、まあ、ビール、それこそこのカフェコーヒーとかをね、うん、持って海に来て食べたり飲んだりとか。いやー、最高ですね。最高ですよ、ね。このね、町カフェね、うん、はい、私の、好きな飲み方なんですけど、コーヒーはね、氷溶けても美味しいんですよ。ほう、おー、氷溶けても美味しいんですよ、うんうん。だから、おと、あ、なんつったら、あ、ごめんね、滑った。いいですよ、いいですよ。おすすめなんですよ。なるほどね。あ、なるほど、なるほど。今ちょっとほら、いい具合に溶けてる。溶けてますよね。私、この時が好きなんですよ。あ、そうなんですね。じゃあ、氷溶けたら量も増えるし、うん、まあ量も増えない。まあそれはいや、飲んでもなんかちょっと置いて溶けてたらあれ増えてる、氷の分ね。そうですね。お得感、ね、お得感、お得感がね、感、実際はね、ね、あるもんね。アメリカンな感じでいかがでしょうか。いいですね、はい、いいですね。いやー、いいですね。もう皆さん本当にローソンたくさんご利用されてるみたいで、シュプリームさんはローソンさんはレターパックとか U パックの発送ができるからよく利用してます、よかったです、ありがとうございます。いろんなね、本当に利用していただいて、はい、切らさないように頑張ります。あ、お越しいただきましたけどね、で、まあ、今日はお知らせメインで、ね、いつしていただくというのはこの九州産のうなぎと、はい、こちらの ご紹介でございました、はい。こちらが7月20日金曜日が第一の牛の日ということで、こちらの申し込みが、はい、7月19日まで、はい、お願いします。そして、二の牛のが8月1日、7月、あ、そうそう、二の牛の、はい、二の牛は8月1日で、申し込みが7月26日まで、あ、26日までに、6時までですよ、はい。これはお申し込みって予約とかってどうしたらいいんですか。あ、ですね、店頭にこういう、はい、カタログありますので、はい、いらっしゃっていただいて、もうそこで書いてもらってもいいし、私たちのお店はですけど、電話とかでも連絡代筆でやってます、はい、ですね。カタログの後ろの方にある各欄が、そうですね、各欄ありますので、はい、こちらで記入していただいて持ってきてもらったら非常に助かります。なるほど、スムーズにいきます。いいですね、はい、はい。ぜひじゃあね、こちらローソン普天間店さんにね、はい、お越しになっていただいて、はい、FM技能聞きましたって言って予約して、はい、ハグしてもらってください。はい、もう大サービスですよ。皆さん帰るときどうしよう、お願いされたらみんなに。
いやいや、今日本当たくさんね、あの面白い話もいただきまして、お得な情報もね、はい、いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからもしっかり僕たちもうローソン利用させていただきますので、はい、はい、お待ちしてます。はい、はい、いやもうこれからも末永くよろしくお願いします。末永く、末永く、末永くです。というわけでございまして、本日のサザンブリーズゲストお越しになっていただきましたローソン普天間店の中里店長でございました。はい、ありがとうございます。すごいサポートが。すごい。よかったです。ありがとうございます。飲みます？うん。いいんですか？飲んでください。アイスカフェラテです。シロップ入ってないよ。あ、全然。持ってきたよ私。全然。シロップ持ってきた。シロップなしで全然大丈夫です。あ、本当です？はい、自分いつもシロップなしなんです。あ、そうですか。うん、あ、そうなんだ。いやもうあげてるのね。そんなことはないです。いただきます。前のこの CM 終わったらそのニュースでいきますね。ニュース、はい、わかりました。これで、それ一件、はい、その前のセリフからいける。さっき この間言ったやつ、FM技の甘い情報の放送中、このコーナーで FM ソングをご紹介します。でご紹介するのはこちら。わかりました。でその後に俺もう一個告知するんで。あ、わかりました。私は帰っていいかな。で、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。こちらから出ます。これ置いとこうね。飲んでくださいね。ありがとうございます。大丈夫です、申し訳ない。ありがとうございました。また。ありがとうございました。ありがとうございました。FM 宜野湾は毎日面白い番組をいっぱい放送中。このコーナーでは FM 宜野湾のおすすめ番組や 新番組、リスナープレゼントをご紹介します。はい、ではまず宜野湾市社会福祉協議会からチャリティーボーリング福祉バスへストライクのお知らせです。市民の皆様に気軽に集える場としてチャリティーボーリングを実施します。本収益金は地域福祉団体等が使用する福祉バスの購入費用に充てていきます。期間は7月1日から9月30日まで。場所は宜野湾ボールレーントゥーセントラル町などボールにて。参加費は2ゲーム代込み、靴代別で1500円となっております。チーム対抗戦は7月28日土曜日17時半から宜野湾ボールにて4人1チームでの参加となっております。チケットをお求めの方、チーム対抗戦お申し込みの方はこちらの連絡先までお問い合わせください。宜野湾市社会福祉協議会、お電話番号 098-892-6525、 098-892-6525、ファックスでのお問い合わせは 098-892-0843、 098-892-0843 まで。ぜひご参加ください。はい、ありがとうございます。そして続いてこちらご紹介しましょう。 FM コザ FM 宜野湾合同企画サマーフェスティバルを開催のお知らせです。
パーソナリティリスナーさんみんな集まって飲んで食べて話して楽しみましょうというこちらを企画、いよいよ今週の土曜日なってまいりました。7月21日土曜日でございます。場所が FM ギノワン上にありますビアガーデン B サイドにて、時間が夕方6時から受付開始、夜の7時スタートで、10時までの3時間となっております。会費が大人1名様2500円です。前売り券絶賛発売中なんですけども、これね、そろそろね枚数がなくなってきてるという噂聞いております。で、前売り券を購入していただいてから、あの席のね確保とかっていうのもねなんか必要みたいなので、ぜひ、こちらね購入、前売り券をねしていただければなと思います。で、当日は夜の7時から、10時まで FM ギノワ FM 小座両局でのサマーフェスティバル特別番組放送いたします。会場から生放送をお届けいたします。で、この7時から10時が3部構成なんですけど、1部目の7時から8時私東克明司会務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。僕とですねもう一人が朝のですね、はい、モーニングエイトのパーソナリティー務められております月曜担当の、ガネコマヨさんがですね、と二人で、MC させていただきますので、ぜひ皆さんこれもね、お聞きいただいてお楽しみいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ぜひねこの機会に県外の皆さんも沖縄に遊びに来てください。今週ですからね、まだまだ間に合いますよ、うん。参加可能な方 FM 小座 FM ギノワンにお問い合わせくださいませ。こちらはですね、申し込みは電話または来局でのお申し込みでございます。FM ギノワンの電話番号は 098-943-0094、 たくさんの方のご参加お待ちしておりますので、よろしくお願いしま す。なお恐れ入りますが、当日駐車に限りがあるため、ぜひ公共交通機関のご利用お願いいたしますと、はい、以上 FM ギノワンニュースでした。ではここで1曲、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからのリクエスト曲おかけいたしましょう。カルビン・ハリスでサマー。パーソナリティって中地早見さん似てると言われてるか、弁当のおかずにエルチキ買ったりしてます。あー、エルチキはうまい。あの最近のり塩味とか出てて、めっちゃ美味しい。うわ、もう、あ、モーミーさんありがとうございます。今週末沖縄起きてください。うーん、プリムファミリープチライブするってモーミー張り切ってるからよろしく。でもだからどんな感じになるのかまだ分かってなくて、今日打ち合わせするんですよこの放送後にね。おー、あ、じゃあもうそれで決まる感じですかね。なんかいや多分もう決まってると思うけど、もう俺が知らないだけで。おー、皆さんがどのタイミングで出てくるかな、うん、よし、じゃあ
サザンブリーズ火曜日お送りしております。はい、はい、まあ、ローソンの、ね、中里店長お越しになっていただいて盛り上がりましたね、うん、もう盛り上がったたくさんお話いただきましたけども、気づいたらねパッと見たら、少しずつビーチもね、日が傾いてきて、うん、ちょうど今ね雲に隠れてて影になっててね、風もなんか強くあってちょっと涼しいね、うん、今がちょうどいいですね、はい、さあ、メッセージいただいておりますので、はい、ご紹介していきましょうかね、はい、今週のメッセージテーマ、ね、あ、その前にメール紹介しようかな。あ、ラジオネーム進撃のめいちゃんさん、ありがとうございます。東さんと舞野さん、暑い日が続いてますがお疲れではありませんか。めいちゃんでございますと、はい、今週のサマーパーティー、まさかの天気が曇り模様、雨が降るの、降らないのどっちなのかな。できたら雨だけは降らないでほしい。逆に晴天すぎるのも暑すぎますもんねとそうですよね、今日から再びお仕事ですと、で、うん、本当に頑張ってきますと、うん、では後ほど聞かせていただきますね、ということでありがとうございます。ありがとうございます、ね、そうなんだ、天気をちょっと微妙なんですね、でも確かに晴れすぎるのもきついね、まあ夜だからね、まあまあある程度大丈夫かなと思うんですけども、あ、そっか、夜ですもんね、はい、そんなサマーパーティーのやつでですね、メッセージいただいてるのがこちら、はい、うん、ラジオネーム出たモホーミーさんいただきましたね、 ありがとうございます。はい、フリムーンラジオのねいただきましたけども、はい、フリムーンラジオパーソナリティで余興サマーフェスティバルされるということで、はい、楽しみですね、うん、楽しみですね、本当に。エコザイルさんもみんなファミリーがライブするから張り切ってるよって、あの暴走だけしないように暗くでも暴走しないようにお願いしますね、うん、で、そんなエコザイルさんはメールでもいただいてました。 ありがとうございます。ハロチロンピー、前のハロチロンピー、ハロチロンピー中エコザイルですよ。今、うん、名護のカヌチャリゾートまで配達の帰りで石川まで来てます。テーマの寒い冷たい話ですが、はい、毎週水曜夜9時からのフリムーンラジオを聞いたら9時40分頃から防寒用意しないと凍えるくらいの滑りトークの時間が7、8分ありますちょっと皆さん一度お試しあれちょっとちょっと、いやいや、ただの宣伝じゃないですかいや、いいですね、毎回宣伝を織り込んできてくださる ありがとうございます。いや、本当に、続いて、寒い冷たい涼しい話ということで、はい、メッセージいただいてましたのがこちら、雨男レイニーさんでございます、ね、はい、ありがとうございます。寒くなる話、3月に仕事を退職して、うん、6月に住民税3ヶ月分の振り込み用紙が届きました。これだけでもゾッとするのに、会社のミスで、うん、はい、4、5月分の税金が引き落とされてなくて、さらに2ヶ月分の振り込み用紙も、合計5ヶ月分一気に払うことにちょっと金額大きくないですか。怖い怖い恐ろしい、ゾッとする。5ヶ月分はやばい。うわ、半端ない金額でございます。ゾッとしますね、うん、涼しさありがとうございます。いやゾッとする涼しさを、ね、ありがとうございますね。さあ、マイノはどうですか、こうなんか寒いとか涼しい冷たい話って、なんかそう体験した話でもいいけど、うん、いや、やっぱ涼しいって言ったらかき氷ですよね。かき氷好き、かき氷めっちゃ好きです、うんうんうん、でかき氷、このお母さんとかと一緒に富士屋の、うん、あのかき氷ぜんざいを夏になると結構食べたりしてて、うんうんうん、でまたかき氷ガーって食べたら頭キーンってするんですよね。でもその涼しさが自分は好きです。へ、うん、でなんかさっきこのマネージャーさんとお話ししてたら、うん、いい氷だと頭キーンってしないっていう話を聞いて、お水ね良かったりとかしたりとかして削り具合とか、へ、なんかそんな話、へ、そうなんだと思ってそんな氷があるんだったら食べてみたいと思いますまあでも逆にね、この頭キーンってなる方がまた醍醐味としていいっていう ね、なんか夏って感じがしますよね。いいな、かき氷もいいな、うん、東さんはなんかありますか。な、冷たい夏ね、冷たい寒い話で言うとね、うん、そうだな、俺だから、うん、大阪にねいた時、若い頃って、はい、あのお金がなくて、まあ、家にクーラーがなかったんですよ。もうずったらずすごい暑いね、過ごしてて、でも日中暇な時、ね、家にいるけどどうしようもないじゃないですか。いや確かに、ね、お金もないし、でお金ないし、どこ行ってもお金かかるし、どうしようって考えたのがやっぱ涼しむところ、
図書館ね、はい、あ、いい図書館に行ってずっと本を読むという、確かに学生の時とか図書館が涼しい場所ですもんね。すごい涼しく楽しんでましたね。あ、いいですね。図書館いいっすよ、おすすめ。やっぱり、うん、なかなか行かないですからね、大人になったら。うん、確かに行かないですね。大人になってからこそ図書館って楽しいよ、やっぱり。いや、子供の学生時でやっぱり勉強するイメージあるけど、うん、はい、大人になったらほらだってお金出して本買うでしょ。うん、確かに、いろんな本、本屋さんでね、でしょ、うん、図書館だったら借りれるんだから、ただで、確かにそこでお金使わないで済む、本当にすごい涼しいんで行けるからね。あ、いいですね。僕は涼しいところは図書館ね、おすすめでございます。はい、皆さんからのね、そんなメッセージをまだまだお待ちしてますよ。今日ね、はい、思いつかなくても今週いっぱいこのテーマでございますので、うん、ぜひまた明日以降も送ってくださいませ。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、では、この時間は天気道路交通情報をお届けいたしましょう。さあ、それでは改めてこの時間は宜野湾市周辺の天気道路交通情報をお届けしましょう。はい、まず、こちら今夜17日のお天気は、東の風やや強く晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより夜の初め頃まで雨となっております。降水確率はこの後 10% です。雨の心配なさそうですね。そして明日18日のお天気は、晴れ、朝晩曇りとなっております。うん、降水確率はすべての時間帯で 10%。 明日も暑い日続きそうですね。うん、いや、そうですね。明日朝最低気温27度、日中最高気温31度となっておりますので、うん、外でね、楽しまれる方はもう十分楽しんでいただきたいんですけども、やはり熱中症対策とか、日焼け防止とかもね、しっかりしていただければなと思います。うん、以上お天気でした。続いて道路交通情報いきましょう。まずこちら沖縄自動車道でございます。さあ、現在は沖縄道の上り、龍大バス停付近故障車止まっております。沖縄道上り龍大バス停付近故障車止まっておりますので、前方に注意して皆さん運転の方お願いいたします。そしてもう一つ、沖縄道上り北中城インターチェンジ付近故障車あります。沖縄道上りの北中城インターチェンジ付近故障車ありますので、ぜひこの辺りですね、通る皆様前方に注意して運転の方お願いいたします。さあ、続いて一般道参りましょう。宜野湾周辺の現在一般道交通状況は、王者名から前原向けが 大きな渋滞です。王者名から前原向け渋滞してます。続いて伊佐から茶壇向け、こちらも渋滞してますね。さらに、こちら前原からガネコ、そしてガネコから普天間方面も渋滞でございます。はい、そして、トロピカルビーチから那覇に帰られる皆さんね、たくさんいらっしゃると思います。現在、58号線沿い、グスクマ、牧港両方向で長い渋滞ですね。はい、ぜひ皆さん新しい道路、西海岸道路使っていただいてご帰宅ちょっとしてみてくださいませ。以上、道路交通情報でございました。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産屋株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りしました。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 まで、ぜひよろしくお願いします。この後も FM 宜野湾をお楽しみください。さあ、サザンブリーズ火曜日お送りしてまいりました。お別れの時間でございます。はい、あっという間ですね。もうあっという間に時間が過ぎる。ね、
メッセージいただいてました。ナチュミンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、エミさんもね、今エピソードいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとお時間の都合上、明日またご紹介させていただきますね、うん、はい、ぜひエミさん明日もお聞きくださいませ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、FM ギノワンはこの後もちろん面白い番組放送しますよ。この後はレッツ深呼吸放送いたします。こちらもぜひ皆さんメッセージ、はい、コメントの方よろしくお願いいたしますね。よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、サザンブリーズ火曜日はお別れです。明日水曜日、青森上宮ひーちゃん登場いたしますよ。そちらもお聞きいただいてメッセージお願いしますね。はい、はい、明日も同じメッセージテーマ、涼しい冷たい寒い話お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで本日のお相手、私東克明と上原舞乃でした。トロピカルビーチで遊ばれてる皆さん、この後また7時頃まで遊泳時間になってますよ。しっかりと楽しんでくださいね。それでは皆さん、さよなら。さよなら。皆さん、ありがとうございます。それでは、ありがとうございます。